斉藤光弘は日本のロック及びポップスミュージシャン、ギタリスト。出身は神奈川県山和市。1974年にアイドルロックバンド、ルー・ティードールのリードギター兼ボーカルとしてプロデビューするが、早くも1975年にはルー・ティードールを解散し、翌1976年に結成されたハードロックバンドバウウに指導メンバー4人のうちの 一人としてギター兼ボーカルで参加する。海外の音楽シーンにおける活動を含む7年間を経て1983年にバウアンを脱退し ARB に加入するものの1986年には ARB からも脱退する。北島健治の公認として海義弘プロジェクト K に参加。海バンド解散後に同ユニットに参加していた ARB の元メンバー。 田中一郎とのツインギターとして活動。その後、同じく同ユニットに参加していた、上綱勝彦と共に、田中一郎のソロ活動に参加。そこから派生した、バンドユニットワンボーイプレイヤーズにも参加する。1991年には、ソロデビューを果たし、1995年には再び、田中一郎のバンドキット16に加わるが、こちらには、 ベーシストとして参加している。1998年に再結成したバウアウには、オリジナルメンバーの山本教授、新見敏弘と共に合流しつつ、ソロ活動の他ユニットやバンドに参加、いろいろなジャンルで作曲や編曲を提供し、幻想ま伝祭勇気のイメージアルバムや、ボーカルアルバム、クズのクズアルバム、宇都宮隆の点通展に、ディレクターとして参加。また、 a ーサイドやガールズバンド、ホットビッチエスマリエ等、多数のミュージシャンやバンドをプロデュースし、専属学園音楽大学や自ら主催する MSMC で更新の指導に当たっている。ありがとうございます。